Hello. How are you? Good. 倉吉市にある小さな英会話教室。Where is the dog? 覚えとる? On the rug. Yes, yes. Pink. Pink. Good. まだあるかな?はい。はい。OK。せーの。アメリカ人の夫と日本人の妻、二人で営むこの教室はいつも笑顔で包まれています。英語を教えてくれたりするのが面白い。なんか優しくてちょっと怖いところもあるけど面白い。どういうところが怖くてどういうところが面白い？ちょっと顔がちょっと怖いです。嘘だ。優しいよ。日本の子供が自分で考えて自分の意見を作ることができるような助けできることなら何でもしたいんですよ。夢を叶えるために移住生活の裏には強い家族の絆がありました。岡山との県境のそば、蒜山のふもとにある倉吉市関金町堀地区。十数世帯しかない山あいの小さな集落にその夫婦は暮らしています。やっぱ慣れたもんですね、そういうところは。慣れて恐ろしいもんやね。クリス・バンキャンペンさんとのりこさん夫妻です。アメリカ西部ユタ州出身のクリスさん、19歳の時に初めて来日し、大阪で出会ったのりこさんと23歳の時にアメリカで結婚しました。その後4年間日本で過ごした後アメリカに帰国。およそ20年、クリスさんの故郷ユタ州で4人の子供たちと生活を送っていました。転機が訪れたのは6年前。日本で暮らすのりこさんの両親に介護が必要になったことから、クリスさんも移住を考え始めました。そして古い友人を頼りにやってきたのが倉吉市だったのです。すごい綺麗な青い空が広がってて、で周りに山があるし、めちゃくちゃ清い水もあるし、すごいいいとこじゃないと思ってここに来ました。空き家バンクに登録されていた築およそ35年の物件で新たな生活をスタートさせたクリスさん夫婦。ね、今日撮りましたよ。雨の中行って撮りましたよ。この日の昼食は自宅の畑で収穫したクレさんがたっぷり使った鍋です。どうですか？おいしい。味はどうですか？おいしい。鳥取県中部の私立学校で英語を教える傍ら、翻訳の仕事や地域の行事にも積極的に参加しているクリスさん。のりこさんが叶えたかった夢も全力でサポートしました。世界最大の河川アマゾン川の水源ネバド・ミズミーさんから名付けられた2人の英会話教室。人口最小限の鳥取の地から世界で活躍する人材を送り出したいという思いが込められています。4歳から上は70歳まで、およそ70人の生徒が町の内外から通っています。うん、すごい一人一人それぞれね、違う子どもたちですけど、こうなんか助けたいな、でその助けてるかなって思える瞬間は嬉しいですね。アメリカの学校でも教壇に立っていたのりこさんが抱いていた夢は、
日本の子どもたちが英語を話せるようになること。その夢を後押ししてくれたのは家族でした。子どもたちが言ったのが、お母さんは今までお父さんのしたいことをずっとサポートしてきたよって、今度お母さんがしたいっていうことを助けてあげてもいいんじゃないって子どもたちが言ってくれて、家族会議したよね。そしたらへーっていう顔してましたけど移住してから5年半が経とうとしています。あ、キメさんだ。あ、キメさんだ。キメさん、はい。本当に来た時からね、もうすぐにね、お布団足りてますかって言ってね、お布団を持ってきてくださったりね。マイティーチャー、キメさん、はい。トギュー、そうそう、How are you? 英語で話して来られます明るくね、楽しくやっとれますよ、いろんなことを。多分鳥取の一番大きな財産はあの人間ですよ。すごいみんな親切で、あの、うん、優しい人ばかりだからねカメラの前では笑顔が絶えない2人ですが2020年の4月、うちの、この娘が、まあ、いなくなりましたね。リサちゃんが、23歳で。23歳の若さで突然この世を去った次女のリサさん。私は、まあ、その最後のシーズンだから、こっちから飛行機で行って、試合は6つぐらい見れたんですよ。特にあの最後の試合が見れて、それが最後に顔を合わせた機会だったからね。最初の2年ぐらいは、まあ生きることさえ辛かったですよ。動けなくて。だからまあ、この子が見て、まあ、登山頑張ってるなと思ってもらえると嬉しいなと思うから。大きな悲しみを乗り越え、二人は次の夢に向かって歩み始めようとしています。今度、まあ、アパートというか家みたいになるんですよ。でこっち側がアメリカチックな半分で、こっちが日本チック半分で、まあ、大きな、まあ、国際交流スペースになる。クリスさんは今自宅の離れを自らの手で改装し、日本の文化に触れながら英語が学べる拠点を作ろうとしているのです。小さい水があの大きなアマゾン川になる とのように、このちっちゃい鳥取県から一人で英語を勉強して地球に出て大きな力になるような、ね、子供の本当になってほしい。小さな町で膨らむ大きな夢。クリスさん夫婦が見つけた自分たちだけの移住の形です。